こんなところだったんだ。これからここで暮らすのね。遠くを見ることなんて忘れてた。お梅さん96になるんですか。人が言ってくれる年が自分の年だと思うことにしているであります。それにしても何もないですね。せめて死ぬ時ぐらい美しくしておきたいからね。この娘さんが私の話を書いてくれたでありますよ。阿弥陀堂頼りの。そうそう。先生はどうして谷中村なんかにいらしたんです。中村先生、人の一生ってどう思います。いやーね、悲しくもないのに。阿弥陀堂だより。